ある夏の日、男の子の太郎は海で泳いでいました。海岸にはたくさんの人が集まっていて、太陽の光が眩しいほどでした。太郎は元気いっぱいに波に乗り、友達と一緒に楽しんでいました。その時、太郎の目の前に美しい女の子の花子が現れました。花子は白いビキニ姿で、透明感のある肌と輝く笑顔がとても魅力的でした。太郎は彼女を見ると、心がドキドキと高鳴りました。花子も太郎に興味を持っているようで、彼の近くに寄ってきました。二人は初めて会ったばかりなのに、不思議と自然な会話が弾みました。太郎は花子の明るい性格や優しい言葉遣いに惹かれていきました。太陽は次第に西に沈み、夕焼けが空を染めていきます。太郎と花子は海岸の砂浜に座り、夕日を眺めながら話し込んでいました。彼らの心は徐々に近づき、恋の気配が漂っていました。その夜、太郎は花子をデートに誘いました。彼らは海辺のレストランで美味しい料理を食べ、星空を見上げながら手をつなぎました。太郎は花子に対して特別な感情を抱いていました。彼女も同じように太郎に惹かれているのかもしれません。夏の日々は過ぎていき、太郎と花子の関係はますます深まっていきました。彼らは一緒に海や山に遊びに行ったり、一緒に映画を見たりと、たくさんの思い出を作っていきました。そして、夏の終わりに迎えた花火大会の日。太郎と花子は手をつないで花火を眺めていました。花火の光が太郎と花子の笑顔を照らし、彼らの心は満たされていました。夏が終わり、新しい季節がやってきます。太郎と花子は別々の学校に通うことになりましたが、それでも彼らの心は離れることはありませんでした。彼らは手紙や電話で連絡を取り合い、お互いを支え合っていきました。そして、数年後、太郎と花子は再び出会うことができました。彼らはお互いに成長し、夢を追いかけるために頑張っていました。再会した瞬間、太郎と花子の心は再びつながり、新たな恋の物語が始まりました。彼らはお互いを尊重し、支え合いながら、一緒に未来を歩んでいくことを決めました。太郎と花子の日を夏の恋は、一瞬の出会いから始まり、永遠の愛へと続いていくのでした。